はい、直太です。こんにちは。こんにちは。はい、今日は美味しそうなものをね、買いに行きますよ。最初からダジャレですか。はい。しそしドライブです。お祭りやってるみたいなんでね。道の駅南芳賀さんでね、はい、梨祭りやってるの。ほうほうほう。果物好きの謎谷家としてはね、はい、秋の収穫巡り。はい、パチ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 。道の駅3つ回っていろいろゲットしていきますよ、はい、楽しみましょう。では行ってみたいと思います。はい、まず一つ目の道の駅はね、道の駅播磨一宮、うん、夏は鳥取のねスイカ、お世話になってます。道の駅が直接農家さんとね契約してるので、うん、そう、今まで外れ引いたことないです、はい、でこれからも桃とかマスカット梨、ちょっとお高めなんですけれども、ご贈答品が多いから間違いないでしょうね。味はね、山本豆腐店さんの釜炊き豆腐、この間行きましたけどね、店の方はね、併設の JA 店にはね、はい、豊富な切り花とかお素材もあるので、うん、花が多かったイメージがあるからね、うん、安いのよね、うん、で近くには天然たい焼きのね、はいはい、松川さん、あ、美味しかった、徒歩でも行けるのでいいですよ、はい、今日は、帰りにね寄るつもりしてます、うん、はい、はい、次の道の駅は道の駅南芳賀さんです、はい、年間通してね、うん、いろんなお祭りしてまして、春はわさび場祭り、夏はスイカ祭り、敬老の日の連休その頃に梨祭り、うん、新米祭りが9月の末と10月の頭2週連続であるので、そんなもんやってはるんや、うん、併設してるパン屋さんも季節のフルーツを使ったね、はい、パンがいろいろ変わって出てくるので、そう、スイカパンが美味しいんですよ。美味しいね、はい、スイーツもおすすめです。元気な道の駅やな、うん、臨時駐車場やったよ。いっぱいやから、いや、もういっぱいや、うわぁ、すごい、やっぱり祭りやからか、うん、うわ、すごい人、すごい人、あ、お前、ちょっと箱で買ってある。本当すごい。あ、それすごい。ワッフルとかが出てる。いい匂いする。お、新幹線。すごい。6300円。何キロあるんやろ。すごい。一緒？これ5800円。あ、ちょっと安いんだな。こっち側にも色が。こっち大きい。7500円。でかいもん1個が。新幹線の贈答用に7800円。色がすごい綺麗ね。こっちもあるで、こっちは、あ、こっち20世紀や、20世紀3000円、だいぶお安いねんな、やっぱり20世紀、うん、20世紀は4500円になってる。すいません、はい、20世紀と新幹線終わった後、20世紀が9月、はい、いっぱいまで、その後は放水、はい、まだ来月来ても、そうですね、大丈夫です、はい、いつ入ってくるかっていうのがまだわからなくて、わかりました、はい、ありがとうございました、忙しい中すみません、すみません、はい、お米や、お米、わー、どーんと新米か、これ、これ何キロあるの、大きい、30キロか、ここに値段書いてある、欲しいかね、13200円、あ、こっちは私高いな、やっぱり、な、5キロで3900円か、あ、玉ねぎ350円、梨祭り特価、うん、薄いで、そこで350円だ、あちあち、え、梨やった、え、20世紀、え、安い、580円、すごい人やな、こっちシャインマスカット950円、いや、でも安いよな、950円やったら、え、柿なんか出てる、早いね、早っ、あ、こっちは綺麗、これは秋映え、秋団は2つで780円、秋映えは20世紀と香水の交配種やって、いや、でっかいけどな、大きいね、あ、こっちの方でかいわ、でっかい、この20世紀1880円、新幹線大人気、群を抜く甘さ、糖度は14度前後や、酸味少なめ、湧き出すようなジューシーさ、色の違いがだいぶあるね、これはちょっとお高いから、こっち、あ、この辺やと求めやすいね、小ぶりの4つで780円、はい、こっちやね、はい、はい、
はい、パンの方はどんな感じか。わあ、焼いてる焼いてる。次から次へ。リンゴのパイシュ、リンゴの、リンゴのクッキーシュ、アップルパイも出てるよね、うん、シャインマスカットゴロゴロ入ってる、うん、こっちはオーロラブラック、梨のコンポート、梨祭りやからこれ一個いってみようかな。リンゴパン、大人気のパンが帰ってきました。栗パン、かわいい。人気ナンバー2、塩バターメロン。さて次は道の駅ハガさんです。はい、大きなリンゴのオブジェなる道の駅です。トイレがね、だいぶ綺麗になりましたけどね。うん、こじんまりした道の駅ですけども、近くに原観光リンゴ園があって、はい、リンゴ狩りできるんやけれども、一人770円で、うん、ちょっと休みやねんね。そうやな、8月末から10月まで、うん、時期により品種が変わってね、うん、狩りできます、はい、そこのリンゴがこの羽賀さんのところに売ってるということで、はい、今日は買いに行きます。まあリンゴ園の奥の方いたらね、原不動の滝とかありますんでね、キャンプ場もあるし。原不動の滝は日本の滝100選にも選ばれてて、うん、落差 88m もあって、すごいな。水量もすごいもんね。まあ、昔行ったんですけど、行ったね、もう覚えてないです。でもちょっとアップダウンがあるので、はい、スニーカー履いて行った方がいいとこです。あ、それと見学するのに200円いりますので、はい、あ、そうね。ただ見応えはすごくある滝なんで、あ、一度行かれてみてはと思います、はい、あ、着いた。近畿道の駅1号羽賀、リンゴのオブジェね。うん、何これ、名物生地飯なんやろな。うん、おう、朝一で空いてるね、うん、これや、生地、あ、生地し飯、山仕事の木材を加工する職人さんを生地しって言ってたんで、その人らが食べてたおにぎりなんだ、うん、中に詰め込んだよな、仕事の合間にな、できるようにな。なるほど、それで爆弾握りなんだ。こっちにも梨あるわ。新幹線850円。おお、いっぱい置いてある。リンゴあった。パラリンゴ園さんの夏花と紅生姜。大きいね、これ。でかいね。4つ入って1200円。ああ、リンゴのお酒、シソの追松酒造さんコラボやねんて。へえ、日本酒やけど、炭酸で割っても美味しいんやって。あ、じゃあ飲んでみようかな。買ってみる、はい、追松さんのお酒いっぱいあるよ。うまいな。思想森の案内所、キャンプ大好きな人の聖地とされてる赤西渓谷が近いもんね、はい、え、何、自転車いっぱいあるやん。あっちテントまで、写真撮影 OK。 癒されるわ。鹿がおるで後ろに。怖いな。本当だ、これ電動やんか。電動アシスト付きマウンテンバイクやって、30分500円、2時間まで1000円。何台もあるやん、すごいな。はい、道の駅羽賀からね、ちょっと脇道それたらね、良さげな公園があるんですよ。あんま地元の人しか多分知らんねやろと思う。穴場的なとこやね。そうやなぁと思うんやけどね。あれ見えてんのがトイレね、公衆トイレ。横公園になってるんですよ。で、ここが駐車場、たくさんある。そうやな。で、こっち側がね、公園になってます。はい、こんな感じの場所です。有馬一の宮来ましたけども、花買ったやつをね、こうやって水ここで持って帰ります。すごい似合ってます。おお、スイカに変わって梨やわ。すごい20世紀よ。 3.5kg 1850円、 3.3kg 2580円。こっちはケースで売ってるやん、4800円。キロ数が分かれへんけどね。うわー、すごい梨のパラダイスや。芋梨ってなんだこれ。
でかー900円。あ、でも安いな、そう考えると。あ、香水珍しい、950円。うわ、桃もめっちゃ大きい。うん、ほんま。パプセル1350円。プルーンもあるよ。中井義治さん。え？ネオン1個2200円。クイニーナ。あ、そうね、これクイニーナ高いはずなんですよね。1150円。砂丘ぶどう950円。シャインマスカット1150円。これ割とちっちゃいもんね。大きい立派なやつは2850円。ピオーネもこれ立派やな。とんがり頭のスモモ。スモモって丸いと思ってたけど、ちょっとなんか先尖ってない？うん、綿密で950円もしてる、うん、新幹線。ご贈答よ、やっぱり7000円。これもゴールド20世紀やで。すごい箱に変わってる。青森のリンゴも来てる。3000円。あ、この辺ジャイアンツ、瀬戸ジャイアンツ、巨人公園やったら嬉しい。福栄町やで。え、ほんまや。これ買ってみようか。あ、なんとか1000円までに収まってるから、はい。毎度楽しい試食会。新幹線4つで780円、はいはい、1個あたり195円です。まずいただきます。うーん、あ、ほんまやな、甘いな。あの20世紀この間いただきましたけど、こっちはやっぱ酸味が少ないな。美味しいね。うん、うんうん、あ、今はこれがウケるんかな。うん、これが一番流行りやすい。うん、で20世紀の方がシャリシャリ感があるね。ちょっとそうやね。うん、こんな感じです。あ、まあ美味しいですほんまに、うん、はい。原観光りんご園さんからね、はい、今朝届いたばかりですって言ってた、はい、この紅生姜、すごいな。これが4つですね、200円。ちょっと高いんですけど、うん、サイズはすごく大きい、はい、1個あたり300円。これこんなりんごあんま見たことない。なんか昔のムツとかいうのの質感がつるっとしてる感じ。うん、いただきます。酸っぱい、若いからかな。あ、でも、うん、私これ好きやわ。リンゴらしい味ですよ、香りと酸味が、うん、甘さはちょっと控えめ。うん、十分美味しいですよ。ちょっとコーヒーで口直して。瀬戸ジャイアンツ、うん、巨人ファンの方はね、めっちゃ嬉しい。980円。皮ごと食べられるって感じ。へぇ、種なしぶどうって。じゃあ行きます。皮がめっちゃ柔らかい、これ。うん、美味しいね。美味しい美味しい。甘みもね、まあまあです。でもシャインマスカットほど甘々じゃない、うん、そうやな。これが南葉が梨のコンポートのサンドイッチ。美味しそう。美味しそうやな、これ。美味しいわ。うんうん、シャリッとしてるね。葉がでかいましたね、リンゴの酒。よく振ってお飲みください。身がなんかフルーティーですよ。冷たく冷やしたらもっとうまいな。飲んでみよう。大丈夫、暴れるかもしれない。あ、暴れるの？普段から暴れてるから。待て。いい、はい、乾杯。炭酸で割ってもいける。本当、さっぱりね、うんうん、美味しかったです今回ね。さあ、ランチ行くぞ。空いてるわ、綾瀬はるかさん主演映画ルート29。はい、やってまいりました、お食事処オアシスさん。映画のロケ地ということでね、楽しみです。これ見た時な、なかなか入る勇気がわかんかったけど。はい、来てあるよ。あれですか、あの、そうです、あそこです。朝で撮るんやったら撮らせてもらいますよ。ああ、こんな感じですね。綾瀬はるかさんが座ったここの席。ああ、ほんまや、グリーンのバックに、うん、今は公開してないもんね。そうやな、これからね。はい、あ、すいません、ありがとうございます。わあ、タバコも置いてるわ、いっぱい。本当や、広いね、なるほど。広いね。定休日は月曜日と火曜日。すごい、いろんなあるね。あるね、定食。おすすめ手作りじゃがいもコロッケ定食。あ、じゃあそれ行こうかな。コロッケ定食一つと、はい、だし巻き定食一つと、はい、おネギ入ってても大丈夫。大丈夫、はい、すみません、はい、お願いします。びっくり、思ったより中が広くて。長く続いてるということはやっぱり地元に愛されてるだろうな。嬉しい嬉しい。あ、最近ね、これ少ないからね。
かみさんすごい感じのいい人で、いい人やな、うん、あのどうぞどうぞっつって取ってくれはって、そうやな、ありがとう、すごいすごいすごい、ちょっと一日に引っ張ってます、ありがとうございます、すごいな、コロッケすごい大きいね、でかいね、大きい、でご飯もね、丼ぶりみたいな器で、そうそう、こんな感じやからね、すごい多いの一品つけていただいてみて、ね、これ芋のつる炊いてみました、美味しそうやな、でも美味しそう、で、だし巻き、だし巻きネギ入りです、あ、ほんまや、ネギ入ってる、私はご飯半分にしてもらった、いただきます、いただきます、だし巻き、うん、あ、ほんまや、独特、野菜が入ってる、ああ深いのかなね、人参、うん、美味しい美味しい、味噌汁はね、うん、大根と薄揚げかな、美味しい、ちょっとできる味はちょっとトレードしませんか、だし巻き、甘い感じのね、卵焼きっぽい感じかな、すごいね、コロッケ普通の大きさの 2,3 倍分あるね、でしょ、このコロッケ家で作ったコロッケ、うん、みたいな、他に野菜が入ってる感じです、なかなか愛のあるコロッケ、外観と違って中も小綺麗やしさ、うんうん、お料理も評判良かったけど、うん、美味しいし、ね、おすすめしたい、外観に取られてはいけません、中はこんだけね素晴らしい、人間にもそうなの、そうそうそう、内面をね見るようにしていかなと、もうすごいボリュームや、副菜が気に入っちゃった、どれも優しい味が、中高年は嬉しい、うん、ほんとお金を出してる時に言われてもできへんでしょって言う、エロすんまへん、ネジ伏せだな、あ、あ、入ってますか、え、怒ってますか、怒ってますわめっちゃ怒ってるわ、怒ってますか、こういうね、はい、やめとこう、まず使うでしょ、こんなええ景色で、いや怒られて、怒るよ、こんなええ景色やね、そんな怒ってたらしい、なんてそんな怒らすようなことばっかり、もういいわ、それ、すべてね、怒ったらまたそれをまた面白おかしく入れるんでしょ、はい、出てください、はい、お腹いっぱいいただきました、今日はね、このまま帰りたいと思います、よいしょ、いや、ひっきりなしに来てはんな、やっぱりな、うん、うん、あの、皆さんね、噂を聞きつけてね、うん、来られてますよ、せやな、写真撮ったりね、いろいろしてますよ、いや、割とね、ちょっと入りにくいかなと思ったけど、はい、中広いし、せやな、テーブルとの間隔も空いてるし、はい、綺麗にね、してはるので、そうね、古くはあるけれども、はい、店員さんの人柄もね、やっぱり、うん、すっごくいい感じ、うん、ぜひとも行ってみてください、はい、席も座ってみてください、綾瀬はるかさんになった気分で、そうやな、はい、うん、最後までね視聴していただきありがとうございました、ありがとうございました、ではでは。